田中刑事12月8日から1975年1月5日は日本の地理学者である。主な専門は地史学を中心とした人文地理学。また地理教育論にも多大な功績があり、近代期の日本の地理学において非常に重要な人物である。彼の文下には多くの地理教師、地理学者がいる。東京府東京市牛込め区の生まれ。 福岡県高下郡で育つ。11歳で三毛門村立三毛門小学校を卒業。23歳で福岡県市販学校などで学んだ後、東京高等市販学校本科地理歴史部で学ぶ。当地で教鞭をとっていた山崎直方の影響で地理学を専攻。歴史学の三宅米吉にも感化を受ける。東京講師時代はスポーツマンとして活躍し、 ボート部と水泳部を兼務し、水泳部では首相を務めた。また校内長距離走大会では、毎回10位以内に入賞する俊足で、金栗43が予稼いながら3位に入って、注目された1910年秋の大会でも、田中は10位に入っている。それでいながらも、学業成績も優秀で、教師がどんな早口で講義しても容量よくメモを、取っていた。 28歳で卒業し、長崎県市範学校教諭となる。その後、1915年、東京高等市範学校附属中学校の講師になるとともに、同校研究科で学び、翌年卒業する。直ちに東京高等市範学校助教諭となり、1920年教諭に昇進。1920年からアメリカ、イギリス、ドイツ、フランスに留学。 デイビスやビダル・ドゥラ・ブラーシュ、アルブレヒト・ペンクラ、当時の一流の地理学者に学ぶ。帰国後、1923年に、東京高等師範学校教授に就任。山崎直方や辻村太郎の公認として、地理学を担当。山崎や辻村が地形学を主たる専門としていたのに、対して、田中は、地主学を主たる専門として、日本の地理区文法を平野や、 産地の他に、交通路などから細かく分析、研究した。その際、現地における聞き取り調査を地理学における重要な方法であることを解き、それを実証した。さらに、デイビスの地形輪廻に基づき、人文地理的現象にも発造、検証、残造といった各段階ごとの発達区分があることを取り入れようとした。これは、当時の欧米の地理学でも取り入れようとされていた。 概念であり、田中の考えもこれに習ったものと言える。1929年に東京文理科大学が高等師範学校に付設され、この中の地学科に地理学専攻が置かれた。この地理学の主任に田中が就任。東京文理科大学の学内組織である大塚地理学会を創設。地域を定めて1週間の合宿形式で学生に各自テーマを持たせ、実地調査。 研究を行わせるという指導法を採用した。教え子に、青の年を、美野与吉、音川翔平、町田田田らがいる。また、1927年からは、立正大学においても講義を持ち、1947年、東京文理科大学を体感し、立正大学教授、同大学の地理学教室の発展の基礎を築いた。1952年には、 日本地理学会会長を務めた。55年、地資学的総合研究の一方法川崎市の地位層で東京教育大学理学博士。また、文部省教員検定試験の出題委員も受け持ち、地理教育会にも多大な影響を与えていた。地理教師に対する講習会、講演会にも多く出席し、彼の地理教育論を解き、 特に郷土教育に重きを置いたその理論は当時は熱烈に歓迎された。また、一般向けに書かれた知識学の書、我らの国土は地理の本としては当時ベストセラーになるほどの人気ぶりであった。1975年に心不全のため死去、89歳であった。A.B. 鈴木 1978P.648 鈴木1978 P648-711-712- 岡田敏弘著、日本地理学人物辞典近代編一原書房2011年376ページ ABCD 鈴木 1978-P647 ありがとうございます